演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートのスティック交換4種類を食べたいと思います。こういうパンって初めて食べますね。まあファミリーマートのやつです。あ、ですけどこれも美味しそうね。ではこのチョコチップメロンスティックというものが食べてます。まさか本当にメロンは入ってないよね。ではまあそんなわけない。ではいただきます。チョコレートケーキじゃない、チョコレート系統の味わいがすごいですね。しっかり感じられるなんて、ほんとねじけてませんね、味は。こちらのチョコチップメロンパンは小さいながらもメロンパンの上の部分と下の部分の生地の変化がちゃんとあって、チョコチップもそっとしたさっくり感が与えていて美味しかったです。やっぱりチョコチップと相性いいですね、メロンパン。そしてしっとり柔らかいバターツイストはふんわり、本当にしっとりしたパン生地の中から甘い香りが漂ってきて、バターの甘さを感じることができました。いや、バターに甘さってあったな。とにかく甘めのパンでした。あっさりとして食べやすいので、ちょっと時間がある時などにちょっとつまみたいっていうのにいいかもしれないですね。そしてこのシュガーツイストドーナツはふんわりとしたイーストドーナツ生地がねじれており、ねじれたドーナツに程よくちょっとシットがお砂糖がかかっていて、舌も合わせて話です。で、その甘さを堪能することができました。このお値段で3本も食べられると思うと嬉しいですね。そして最後に食べたこちらのベルギーチョコパン、しっとりと先ほどのバターツイストと同じ生地にチョコレートが練り込まれていました。チョコレートの味がしっかり感じられてとっても美味しかったです。これが今回一番、今回の中で一番美味しかった感じなので、こちらを代表してこちらの点数とさせていただきます。やっぱりチョコレート相性いいですね。アイスクリーム日曜食べるや休日の、休日にアイスクリームこんぐらいやって5分で食べてっていうのも一回やってみたいですね。まあやったら体がやらないことになりそうですが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。